どうもこんばんちは、キシトです。今回はね、こちらのゲーム怪奇霊感少年というね、フリーホラーゲームをプレイしていきたいと思います。ストーリーとしてはなんかね、怪異を吸収していくみたいなお話みたいですね。初めから行こう。いや、こんにちは。なんだこれ、猫。いや、カーバンクルか僕はこのゲームのマスコットキャラ、マスコとでも呼んでくれ。僕の役目は、この物語の最初のきっかけを作ること。僕のことはどうでもいいね。主人公を紹介しよう。彼は、ノビ、砂尾でいいのかなノノビか。ノノビ砂尾かな。砂尾くんだよ。彼は何の才能もない、面白みのない人間なんだ。はあ、僕にも何か特技や能力があればいいのにな。特別な才能が欲しい。オンリーワンになりたい。超能力で金儲けがしたい。お、召喚された。こんにちは、スナー君。わあ、君は一体誰ですか?僕は、マスコ、よろしくね。よろしく。ところで、霊感とか欲しくないかい?え、欲しいです。それ。お、霊感レベル1、一般人レベル。ようこそ、こちら側の世界へ。ファイを探しましょう。お、砂を。セーブはどこでもできる。カバンは何も持ってない。でも、噂話、人物。あ、カイは。あ、アイコンがうざいとき。ああ。詰め方。100% までたまらないエンディングだって。お、電気消してる。あ、あれ?真っ暗。あれ?なんだ?あれりゃ。何が起きたの?なんかいるよね。うわ、なんかいます。霊感レベルが上がりました。宿題。なんだこれ。骸骨ってケミカルな感じでかっこいいと思ってました。使えるね。悠々白書、ゴーストハンター、全巻揃えてます。ゴーストハンターって、ナルのやつかな。結構古い作品読んでるな。ナルが主人公のあのアニメだと思うんだけどな、ゴーストハンター。まあ、ナルって相性だけど。誰もいない。そりゃそうですよね。結構古い作品だよ、ゴーストハンター。俺が思ってるゴーストハンターだったら、俺もアニメ見たことあるけど。うん。怖いの好きな人は、見ると面白いかもしれないね。そういうなんか怪異的なものを調査するあのアニメだね。似たようなアクセサリーがジェラジェラこんなに集めてどうするんでしょう。妹、これ妹よ。どうですか、僕何か変わったのも分かりますか。何も変わったように見えてないぞ。あ、もしかして背縮んだ。縮んでない、はるか。ちょっと音もうちょい下げるか。メモ。人物。猫なのかウサギなのかわからないけれど、可愛い生き物。あ、カーバンクルっぽいけどな。素直の妹、反抗期。干渉されるのは嫌だけど、構ってくれないのも嫌。今は占いとおまじゃには待っている。オカルト大好きな兄に呆れているが、本質的には似たもの、姉妹。兄弟ね。あ、幽霊?またそんなこと言ってんの?いいじゃないか。メガネを外したらイケメンがバレ、モテすぎて日常生活に支障が出るから仕方なく今の状況に甘んじている。
なんてことはない。悲しいな、おい。霊感が思春期の中学生レベルだ。あれだ。鏡が粉々だ。片付けなければ。物置にモップがあった気がします。物置？これ何？僕の貯金箱。なんでこんなところに、なんで風呂場にあるの？千円札発見！やった千円だ！貯金千円かよ、お前。モップがありました。これでガラスを掃除しましょう。モップ。それにしても、なんで急に割れたんでしょう。お、はい、いいが上がった？留め具はしっかりしています。壁が崩れるようにして、土台ごと鏡が落ちたのでしょう。夏休み、ヒャッホー！今、夏休み中なんだね。電話鳴った。もしもし、ののびですが。演出だでしょうか。怖いですね。もう 2% 上がった。板電話やめろ、板電話。母の旅行雑誌、父のゴルフの本、遥かの占い雑誌は部屋かな。僕は特に雑誌を、購読していません。インターネットで満足してます。まあ俺もそうだな。雑誌とか買わねえわ、普通に。ネットで十分だしな。漫画とかも、ネットが多いかな。まあ昔から買ってるのとかは本買うけど、基本ネットが多いね。よし、高橋と雫に自慢しに行くぞ。高橋と雫は素直の幼馴染です。高橋は上の赤い屋根の家、雫は隣、右隣のレンガの家にいます。おう、ワンちゃんがいる。なんでこれ、ブブーって。まあ、漫画本とかね、いっぱいだとかさばるからね、置くところも困るし。だから俺はもう、まあネットだな。こんにちは、雫ちゃんいらっしゃいますか。気づく、瀬直くんが来てるよ。はい、今行く。何？どうしちゃったの？とりあえず、たかしと合流してから話します。ハーゲンゲッツへ向かいましょう。ハーゲンゲッツ？気づく。たかし。よう、瀬直、アイス食べに来たのか？そんなことより、大変なんですよ。落ち着け。とりあえず座れ、たかし。なんか女の子みたいな顔してるな、たかしね。ね、何をもったいぶくんないで、ただと教えなさいよ。信じられないかもしれませんが、誓って嘘はついてません。本当なんです。はいはい、それで？信じる、いえ。実は、霊能力をゲットしたのです。なんだって？どうしましょう。決まってるだろ。幽霊探しに行こうぜ。ここに怪奇探検隊の結成を宣言する。わー、パチ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 。ダメ、なし、絶対ダメ。霊感とか意味わかんない。そんなのやめときなよ。なんだよ、盛り上がってんのに、ノリ悪いな。そんな言うなら、雫は帰れよ。ふん、帰るし。ちょっと待ってください。ダメだ、理由を言え！殴られた。いや、痛そう。お前の犠牲はなんだかだった。ふん。殴られた。言ったな。はい。しずくちゃんはダメって言ってましたけど、いいんですか？そんなものじゃ、俺の冒険魂は止まらないぜ。素直だって興味はあるだろ？ええ、まあ、はい。せっかく手に入れた能力だもんな。使わなきゃ損損。じゃあ、まずは情報収集だな。怪しい話がないか聞いて回ろうぜ。ほう。ここ、怪奇探検隊の作戦本部とする。アイスもあるし、アイス屋なんだね、探しに。あー、パチ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 。ノートで考察。
なんか違うね。人の家の2階に勝手に上がったりしません？やっぱ魂いるじゃん。北のさあ森にさあ地蔵あるの知ってる？ああ、見たことあるかも。なんかさ、落書きとか最近いたずらするやるやつがいるらしいよ。やだ、立たれそう。ああ、アイスうまい。噂話を更新したら、まだ悩んだよ。何が？決められない。あ、アイスかね。うん。アイス喫茶ができたと聞いて取材に来ました。おー、アイス喫茶。並んでるね。すごいわ。盛況じゃん。チョコチップバニラプレミアム。普通のチョコチップバニラと何か違うんでしょうか？タガシに聞いてみれ。いらっしゃいませ。ただいま満席のためテイクアウトのみのご案内となっており。母ちゃん、ちょっと遊ってくるよ。危ない遊びはしちゃダメよ。行ってらっしゃい。お母さんなんだ。北の地蔵だって。どこにあるんだろうね。入れない。お地蔵様にね、よだれかけ作ってあげたの。よだれかけ。昔は子供が生まれるとみんな作ったのよ。足と腰と肩と背中が痛いんじゃ。隣のばあさんも膝が痛いって言うとった。高橋の家で弱さ話を整理しましょう。高橋んちで整理しなきゃいけないの。なあ、素直。地蔵って怪しくね？怪しくはないですが、道は人を守っているわけですから、神秘的ではありますよね。よっしゃ、見に行こうぜ。ついでに、膝が痛いっすってた、ばあさんのお使いもこなそうぜ。おばあさんが作ったと言ってた、赤いよだれかけのことですね。受け取りましょう。はい。一旦セーブしようか。ばあちゃん、赤いよだれかけって、くれるの？おばあさん、そのよだれかけ、僕たちが持っていきましょうか。いやいや、そんな面倒かけるわけには。膝痛いんでしょ？北の森までは結構歩くよ。いいのかい？見上げた若者たちだね。助かるよ。オッケー。おばあさん、俺が持ってくよ、じゃあ。お、ファミマだ。花束とスコップがあるけど。さあ、買っとこう。コンビニって何でも持っていてすごいですよね。いや、普通花束。いや、花束は場所に、場所とか時期によるかもしれないけど、スコップは売ってねえよ。なんて偏った下揃えなんだ。でも花束はね、売ってるのを見たことある。俺もファミリーマートで。スコップはないな。先生、おはようございます。先生なの？お、学校は休みだぞ。間違えたのか？おい、修造先生。大丈夫ですか？な、ちゃんとわかってます。お仕事が受けてる奴もいるからな。邪魔になるようなことはするなよ。絶対熱血の体育教師だろう。お、交差点のね。これは死にたいのかてめえ、道路に飛び出すんじゃない。あ、ちゃんと横断歩道渡んないと怒られるわ。イエローがいるんだけど。縄張りだぞ。こういう子供いたわな。猫ちゃんもいる。やばい。修造先生に怒られるからな。ここは大丈夫だ。ここは学校か、これ。あ、これ学校だね。男子は女子トイレに入ってはいけないんですよ。まあね。お、どういう、誰か入ってる？ちょ、やめてよ。うんこじゃないし、違うし。ね、今流した音。何回流してんだお前。職員室ね。これは教室だね。あんた映してるだけじゃん。勉強やってたら補習受けてんのか。机でやればいいじゃん。何かが突っかえている。いるね。
ハゲのおっさんは昔イケケだったから、今ハゲるんだって聞いたよ。そんなもんかい。学校にいるやつは全員補習。部活か。あ、補習もいるってことね。お、話聞けそうなやつがいる。今日もさ、先生立ってたね。交差点の角のとこ？そうそう、休みの日まで立ってなくていいじゃない？聞かないよ、卒業者先輩が言ってたんだけど、昔あったらしいよ。え、何が？交通事故。車線に飛び出す子が亡くなっちゃったんだって、学校に来る途中だったらしいよ。やだ、怖い。ね。ああ。だから先生が心配して立ってんのは？アイス食べて帰ろう。補習マジだるーい。同じか。同じ教室だもんね。たかしの家でチェックしよう。今んとこ2つ。あるね。噂話が。呪いの交差点。大通りの交差点、事故多いらしいですよ。それってやっぱりあれじゃね？先生が言ってた交通事故で亡くなった生徒の呪いじゃね？不謹慎。寂しがり屋の幽霊が仲間を作ろうとしているとかいうあれだな、きっと。とりあえずお花でも添えてみましょうか。お供えね。お供え。お花買ったからね。そこに、おちゃんと車止まってるわ。お花、花束をお供えしましょう。安らかにお眠りください。ナムナムナム。おお。成仏してくださったでしょうか。このジュースはお供え物なのでしょうね。ああ、そうなんだね。では。ああ、ローソン潰れてる。ローソンが潰れてしまっているよ。お地蔵さんってこれか？これが例のお地蔵様ですね。一体しかいないんだ。早くおばあさんの誰かけつけてやろうぜ。何万ダーブ。お地蔵様、何とぞ、雫の怒りを沈めたまえ。え？お地蔵様にお願いするんですか？雫、超怒ってたからな。そうですね。あんなに怒んなくてもいいのにな。なんだ？何が鳴ってるんですか？ん？これセーブ。幅持ってない。別になんもない。はい。ん？素直じゃないのか？電話。いえ、僕、携帯持ってないですし。ずっと鳴ってるな。カバンの中確認してみろよ。あるじゃん。え、誰の携帯これ。もしもし。お兄ちゃん？あるか？お兄ちゃん、電話出るの遅すぎ。早く出てよ。いや、だって怖いですし。あのさ、今外でしょ？忘れ物したから、ついでに拾ってきてほしいんだけど。いいですよ。どこに忘れたんですか？大通りから、北森の方に向かう大きい道あるでしょ？その途中の道をどっかに落としたんだと思う。青の熊のぬいぐるみなんだけど。わかりました。探してみます。ありがとう。よろしくね。携帯持ってないんじゃなかったの？これだ。あった。青い雲ってこれじゃね？そうですね。持っていきましょう。なんでこんなところに忘れたんでしょうね。というか、ぬいぐるみ持ち歩いてたのか？メルヘンだな。お前の妹。絶対妹じゃないだろう。こんなやついるのか。なんだ。まあリビングがめちゃくちゃです。お前の妹暴れん坊だな。めっちゃ怒ってるよ。妹。あれ、はるか。
おい。いませんね。ここに置いておきましょう。レイガーレベルが上がった。売れてないアイドルレベル。楽しんでるかい？まだあまり実感はないですね。気のせいといえば気のせいで詰まっててしまえそうなことばかりです。なんか不気味なことが起きてるけどね。あ、なんか20にセーブしちゃってある。電話だ。はい。もしもし。おい、俺の肩。俺の両肩に手が乗ってる。どなたですか？何だったんでしょう。わお。もしもし。どなたでしょうか？レディーさんじゃなくて。しつこい。こんな血あったかな。ソファーが少し汚れています。こんな汚れあったかな。いや、完全に血でしょ、これ。赤いシミが。いやあ、怪奇現象発見。日に焼けると変わって痛むんですよね。まあ、つまんね。そんな汚れじゃないだろう。やばい、まか不思議なことが起こってる。誰か汚い手で壁を触ったのでしょうか。だとしたら妹がいない気がするんだけどな。人に見える。気のせい。また電話。もしもし。きっとかけてきているのは同じ方ですね。まただ。もしもし。迷惑ですよ。おーい。いたずら電話ですね、きっと。3時まで上がった。妹の遥と母がテレビに影響されて、すぐ新しい健康食品に手を出したので、冷蔵庫はいつもいっぱいです。開けてみよう。チアシード、アサイードディンク、ココナッツオイル、カカオニブ、足の方に父のらっきょう漬け。家の中の力関係が一目瞭然です。開け閉めすると母ちゃんに怒られる。おい、こんな部屋汚れてて怒られるよ、逆に、もっと。こんなもんかい？あれ、俺の宝箱、貯金箱なんか移動しない？家の中こんなもんか？妹いないしな。アルカはどこへ行ったんでしょう。なんてことはない。まあじゃあ町の方に繰り出してみるか。なんだ、事故？なんかついてますよ。肩が重い。取り憑かれているようです。滅します。滅！え？あれ？体が軽い。どういうことですか。疲労回復のツボを押してやったぜ。やっほー！ 5上がった。おや、この間はありがとうね。どういたしまして。お地蔵様にはちゃんと着せてきましたよ。そうかい、ほんだら今度はこれをよろしくね。みかんを持たされた。みかんを受け取った。食べちゃダメだよ、お地蔵様に備えてきておくれ。推しの強いばあさんだぜ。俺さっき事故の音したけど。あ、これ事故？迷惑。おい、どうしたんだ。あのね、みーちゃんが死んじゃったんだよ。もしかしたらさっきのブレーキ音は。車に轢かれて死んじゃった。マジで。兄ちゃん狙われてるの、助けて。狙われてるってどういうこと？ああ。猫の兄ちゃんです。もう息をしていません。明らかに死んでいます。悲しいじゃないか。動物の死はやめてくれ。悲しくなるかな。兄ちゃん、
交通事故。お墓作ってやんないとな。スコップ持ってるか？え、持ってますよ。それでお墓はどこに作りましょうか？そうだな。さっきの女の子にどこかいい場所ないか聞いてみようぜ。公園はさすがにまずいのかな？北の森の奥の大きい木の下がみーちゃんのお家なの。きっとお家の近くが一番安心すると思うの。お酒の女の子のせいで。うわぁ。みーちゃんのじゃあ、死体は俺が預かるわ。俺が、きちんと埋葬してきてやるからな。みーちゃんのお家どこなの？あ、お地蔵さんにみかんか。おばあさんからみかんですよ、まずは。どうぞ、お納めください。ナムナム。ニャムナムニー、ニャムナムニーニー。言いづらいよ。こっち？大きな木の下。これか。大きな木ですね。みーちゃんの家ってのはここら辺のことだね。お墓を作りましょう。ここか。お、結構広く掘るね。うん。これなんかいい石ですね。これでよし。その、ちょっと変わって。はい。よし、これで OK。 何をしたんだ？あ、名前でも彫ったのかな。みーちゃんの墓と読めなくもない。なるほどね。とても大きいスコップですね。まあ僕が買ったんですけどね。コンビニでね。OK、セーブしようか。はい、というわけで、ね、じゃあ今回はね、一旦この辺でね、終わりにしたいと思います。ぜひともね、チャンネル登録、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは、